ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ、5回戦の模様をお送りしてまいります。ライオンズの先発は右の渡辺、対するマリーンズの先発は右の岩下、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の渡辺マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは高部、はい、第9投げました、決まってストライク。第2球高め、直球は外れてボール。第3球を投げた、スプリット空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、ボール、インローへ。次は5球目、外れた、ボール。投げた、打ちました、抜けた、高め、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、あーっとショーフライになった、ボールを掴んだ、一塁送球アウト、ランナー二塁に進みました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第9投げた、カットボールはボール。第2球打った、二塁ランナー三塁へ、中村ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、ライオンズなおもピンチが続きます。第9投げました、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました。さあ4球目打ちました、いい当たり、抜けた、マリーンズ早くも先制、1対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは5番安田。第9投げました、高めの変化球はボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、打って出た、抜けた、中継、安田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、源田二塁キャンパス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ライオンズ先制点を奪われています。右の岩下マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏1点を追いかけますライオンズの攻撃、先頭バッターは殿崎。第9投げた、初球決まってストライク。第2球ボール。第3球は高めの球、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打った、ファール。次は5球目、あっと引っ掛けた、ショートの後方フラフラっと上がっている藤岡、余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田。第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打ちました。次が4球目、投げました、打ちました、これはサード真正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番森。第9投げました、スプリットはボール。第2球投げました、打った、一二塁歓迎、中村取った、セカンドから一塁送球、岩下取ってアウト、スリーアウトチェンジ。岩下今日は無難な立ち上がりです。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは藤岡、投げました、初球を打ちました、しかしもう一つ伸びがない、スタンドに入りました、ファール。
投げた、打ちました、ファール、追い込んで投げた、スプリットはボール、インコース低め、投球これから4球目、外角、見逃し三振、左バッターボックスにはマーティン、第9投げた、ボール、ライオンズここは引っ張りに警戒します。さあ次の投球、直球決まってストライク、第3球を投げた、打ちました、ファールボール、第4球を投げた、外れた、ボール、第5球投げました、打ちました、センターへの打球取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはバントの名手田村、背番号22、第9ボール、第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール、第3球を投げました、ストライク、第4球を投げました、打った、右中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。渡辺、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは中村、第9初球流し打ち、切れていきます、ファール、投げました、2球目ストライク、早くも追い込まれています。第3球はボール、アウトローへ、第4球を投げた、変化球、空振り三振、バッターは DH の栗山、第9投げた、初球空振り、第2球投げた、見送ってボール、第3球を投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール、さあ5球目、三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは6番山川、第9投げました、ストライク、少し意識しすぎたか、初球空振りから第2球ボール、第3球を投げました、見送ってボール、投球これから4球目、4球目ストライク、投球これから5球目、インロー際どい球、ボール、第6球を投げました、空振り三振、バットアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズ3者連続三振で攻撃を終えました。2回が終了しまして1対0です。マリーンズ、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは高部、アルボー、投球これから2球目、流し打ち、切れていきます、ファール、投げました、ボール、第4球を投げました、打ったいい当たりだ、抜けた、高部いいバッティングを見せました。バッターは指名打者角中、第9高部スタート、これはストライク、盗塁を許します。高部今シーズン4個目の盗塁を決めています。第2球投げた、低め、ボール、第3球はここで送ってきました、キャッチャー目の前、キャッチャーボールを取る、アウト、ランナー三塁に進みました。ライオンズなおもピンチが続きます。外れた、ボール、第2球投げた、低め決まってストライク、第3球は打ちました、引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール、第4球を投げた、変化球はアウトローへ、ボール、投げた、見送ってボール、第6球を投げた、打ちました、殿崎下がっていった、落下点で構えます、掴んだ、これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第9初球外れてボール、第2球スプリット空振り、タイミング合いません、投球はこれから3球目、打った、ファール、次
次は4球目、投げました、ボール。次は5球目、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。渡辺、ワンアウト3塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、1点を追いかけますライオンズの攻撃。この回のトップバッターはウー、第9、投げました、ボール。まずはアウトロー。投球これから2球目、2球目空振り。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、スプリットはボール。次は5球目、打ちました、ファール。投球はこれから6球目、高め、空振り三振。4連続三振になりました。リプレイをご覧ください。バッターは8番アイト。第9、投げました、初球見送ってストライク。1球目ストライクからボール。第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、打った、ファールボール。第5球、投げた、低め、スラーブ外れてボール。さあ6球目、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投げた、打ちました、サード左、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは9番金子。第1球、投げた、初球打ち流した、スタンドに入りました、ファール。第2球、投げました、真ん中見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見逃し三振、外側いっぱいに決まった。岩下、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。序盤終了しまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは安田、ボール。第2球、投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、打った、源田バックしていった、余裕があります。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番藤原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、打った、ファール。第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。スプリットはボール。第5球、投げた、打ちました、ファールボール。さあ6球目、投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。藤原、ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは7番藤岡。第9、初球はストライク。第2球、投げた、打った、セカンドの左、二塁へトス、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。4回の表が終わって1対0、マリーンズ現在1点をリードしています。ライオンズ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは殿崎。第1打席は内野フライに倒れています。投げた、インローを見送ってストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、空振り。バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、完全に外れた、ボール。さあ投球は5球目、打ちました、ファール。次が6球目、投げました、アウトコース高め、外れてボール。第7球を投げました、打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9、投げました、初球スプリット空振り。第2球、投げた、ボール。投球は3球目、投げた、アウトコース低め、ボール。
次が4球目。投げた。ストレートはもう高め。第5球投げた。高めの球空振り。少し意識しすぎたか。投げた。打った。痛烈な当たり。三遊間へのプロ。源田いいバッティングを見せました。ライオンズようやく初ヒットが生まれました。バッターは3番森。通算100号本塁打まであと4本としています。最初のバッターボック初球流し打ち。ファール。第2球源田走った。投球ボール二塁送球盗塁成功。源田今シーズン7個目の盗塁を決めています。投球は3球目ボール。第4球を投げました。見送ってストライク。さあ5球目打った。ファールボール。第6球を投げました。打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。抜いていった。ライトバックホーム森。ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。バッターは4番中村。通算455本塁打まであと6本としています。ライオンズ最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球投げました。ボール。第3球ボール。第4球を投げました。打って出る。抜けた。中継。ライオンズ追いつきました。1対1。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは DH の栗山。ネクストバッターサークルには山川。第2球投げました。外角低め。スプリット外れてボール。投げた。決まった。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。スプリットはボール。内角へ。さあ5球目外れた。ボール。第6球を投げた。打ちました。ファーストゴロゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。4回までが終了しまして1対1。ライオンズこの回1点返して同点としています。5回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターはマーティン。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球内角球空振り。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた。低めボール。投げた。カットボール見送ってストライク。追い込んでから投げました。打った。さあ6球目投げました。打ちました。ファール。さあ7球目インコースのボール左へ。マーティン追い込まれていますがファールで粘っています。さあ9球目外角低め外れてフォアボール。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9投げました。これがショーフライになって取りました。送りバント失敗。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。見送ってストライク。さあ次の投球ボール。第3球打ちました。中村交代。スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました。あーっとキャッチャー取れない。森今拾った。ワンアウトランナー二塁に変わります。投げた。あっとこれは上がりすぎたようです。ライト方向へ持っていきましたがランナー二塁に戻ります。掴みました。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。渡辺降板。右の大曲がり。一打負け越しのピンチで登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。ボール。まずは内角。第2球投げた。打った。流し打ち切れていきます。ファール。第3球を投げた。3球目空振り。
第4球を投げた、打ちました、ファースト右へのゴロ、アウト。山川そのままベースを踏んで3アウト。リプレイをご覧ください。ライオンズこの回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。5回の表が終わって1対1です。5回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは山川。今日の第一打席はスイングアウト、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球見送ってボール。第3球見送ってボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた。山川いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。左バッターボックスはウー。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。田村落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。第1球投げました、初球打った、ライト前に出る、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第1球アウトコース、ボール。第2球投げました、空振り。第3球は打った、ファールボール。追い込んで投げました、外れた、ボール。さあ投球は5球目、ボール。次は6球目、ランナースタート、打ちました、ファール。ランナースタートを切った、三振。前半が終わりまして1対1同点です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは中村、今日はサードゴロとセカンドフライ。初球ストライクから、第2球、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を見送ってボール。投げた、打ちました、第5球投げた、ボール。第6球を投げた、カットボールはボール。さあ7球目、打ったいい当たりだ、センターへのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番レアード、今日3打席目、ボール。まずは低め。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。投球はこれから3球目、ストレートはボール。投げた、打った、引っ張った、レフトの左、ファールボール。追い込んで投げました、打ちました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番安田。第1球、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。1球目空振りからボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った、中村ボールを取る、一塁送球、アウト。スリーアウト、チェンジ。ライオンズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって1対1です。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃。右バッターボックスはトップバッターの殿崎、今日はショートフライとショートゴロ。第1球投げました、初球引っ張った、打球はレフトの左へ、ファール。第2球投げました、打った、一、二塁間への当たり、中村掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田。第1球投げた、スプリットはボール。第2球投げた、ストレートはストライク。第3球を投げた、スプリット決まってストライク、バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、
右中間へのフライ、右中間深いところをつかみました。バッターは3番森。第9球投げました。初球から打ってった安田、下がっていった、取ってこれで3アウト、チェンジ。ライオンズ打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。中盤まで終了しまして1対1です。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは藤原、見送ってストライク、いきなり154キロ。第2球投げました。外角高め際どい球、ボール。第3球は外れた、ボール。投球これから4球目、ボール。内角低め、次は5球目、投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、山川ボールを掴んだ、1塁送球、大曲がり取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、中村取った、サードから1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番マーティン、今日はセンターフライとフォアボール、ストレートはボール。第2球投げた、決まってストライク、151キロのまっすぐ。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた、マーティンナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは9番田村、通算500安打まであと6本としています。今日はライトフライとキャッチャーフライ、あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。2アウトランナー2塁に変わります。第3球はスラーブはボール。第4球を投げた、スラーブ空振り、少し意識しすぎたか。第5球投げた、スプリット空振り三振、先ほどのプレーです。ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。岩下降板、マウンドに上がったのは国吉、これが8試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、外角高め、カットボール外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、インコース高め空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目打った、ファウルボール。第5球投げました、低め際どいボール。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、中村いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは指名打者栗山、今日は三振とファーストへのピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、インローの直球はボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ボール。投げた、ストライク。さあ投球は5球目、打ちました、ショート右へのライナー、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、インコース低め、ストライク、タイミング合いません。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目、カットボールはボール、インコースへ。第5球投げた、打ちました、ファウルボール。さあ6球目、見送ってボール。さあ7球目、一塁ランナー自動的にスタート、三振。7回の裏が終わりまして1対1、ライオンズラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。大曲がり降板、
ベテラン武隈、これが13試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。ファール、1球目ファールから第2球引っ張った、レフトの左、ファール。第3球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の角中。第9球投げました、ボール。第2球投げました、打った、切れていきます、ファール。投げました、打ちました、源田余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中村、これが4度目のバッターボックス。初球外れてボール。第2球投げた、決まった、ストライク。第3球打ったいい当たりだ、抜けた、中村ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは4番レアード、今日4度目のバッターボックス。ボール。第2球打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中村三塁を狙う、レアード、いいバッティングを見せました。ライオンズピンチを迎えます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第9球投げた、初球空振り、スローカーブに全くタイミングが合いません。第2球インコースのボール左へ、ファール。投球は3球目、投げた、1球外してボール。次が4球目、投げた、打ちました、これは内野ゴロ、ショートこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。武隈やりました、ライオンズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。国吉降板、ここでマウンドに上がったのは佐々木、これが9試合目の登板。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。アウトコース高め、外れてボール。投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目、打った、一、二塁歓迎、中村ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打ブランドン。第1球投げました、ボール。第2球投げました、2球目空振り。投げました、打った、藤岡掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って外崎。第9球ボール。投球これから2球目、打ちました、右中間へのフライですが取りました。これで3アウト、ライオンズ三者凡退に倒れました。8回の裏が終わりまして1対1です。武隈降板、マウンド上は森脇、これが11試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球投げました、直球ストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、山川ボールを掴んだ、山川一塁ベースを踏んでアウト。バッターは7番藤岡。第9球ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ストライク。さあ4球目、変化球はアウトローへ、ボール。投球これから5球目、変化球ストライク、インハイへ。
第6球を投げた、打ちました、森落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番マーティン、決まってストライク、少し意識しすぎたか。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、源田バックしていった、取ってアウト、3アウトチェンジ。森脇三者凡退に抑えています。9回の表が終わって1対1です。佐々木降板、ベテラン唐川、これが11試合目の登板。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、打った、ファールボール。第2球投げました、カットボールはボール。投球は3球目投げました、空振り、バッター追い込まれました。次が4球目投げました、内角低め、ボール。第5球投げました、打ちました、サード左への打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番森、通算105本塁打まであと4本としています。今日はここまで3打数1安打。外角へストライク、まずは見送りました。第2球見送ってストライク。投球は3球目投げた、一つ外した、ボール。さあ4球目打ちました、第5球投げた、外れた、ボール。第6球を投げた、ボール。投げた、打った、抜けた、森ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。ライオンズ代走を送ります。山野辺一塁に入りました。バッターは4番中村、今日はここまで3打数2安打1三振、アウトコースをつけた、スタンドに入りました、ファール。第2球一塁ランナー出た、キャッチャー二塁送球、間に合った、盗塁成功。山野辺今シーズン2個目の盗塁を決めています。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げた、見逃しの三振。今日元気のない栗山、一打サヨナラのチャンス。第2球投げました、打った、打球は三遊間へ、一塁送球、記録はヒット、今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあこれが試合を決定づける場面となるか。第9投げました、ボール。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、カットボールはボール。第5球投げた、打った、引っ張った、打球はレフトの左へ、サヨナラか、サヨナラ、サヨナラ勝ち。山川サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1、ライオンズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は森脇、敗戦投手は唐川。ライオンズ今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、ベルーナドームよりお伝えいたしました。